三角形になるように縦に半分に折って折り目を入れて広げます。三角形になるように横に半分に折ります。三角形の下側を少し折ります。上の角を少し折ります。少し折った下側の部分を真ん中の折り目に合わせて中心からそれぞれ折ります。下の角を少し折り上げます。ひっくり返してマジックで顔などを描きます。